本日のテーマは読書がもたらす効能ベスト3です。はい、早速なんですが、皆さんは読書と聞いてどんな印象を持つでしょうか。例えばですね、私は趣味が読書ですと聞いたときどんな風に感じますか。イメージで言うとなんですが、知的とか賢そうとか勉強が好きそう、でもしかしたらちょっとマイナスで暗そう、理屈っぽい、陰キャなどが一般的かなというふうに思います。まあ、読書って子どもの頃から結構おすすめされてますよね。学校でも必読図書というのがありましたし、読書感想文を書かされた人も多いと思います。でこれはなぜなのかと考えると、ここにはまあ大きなメリット、つまり読者には効能があるからというふうに考えられます。とは言ってもですね、読書の習慣がない人もいるから、じゃあそのメリット効能って具体的に何なの、本当に人生に役に立つんですかっていうふうに思うじゃないですか。それに今現在本が好きだよという方もですね、自分にどのような影響を及ぼしているのかということを分かっている方が、より一層ですね、読書熱が高まっていくんじゃないかなというふうに思います。ということで、今回は明治大学文学部教授で多くの著書を出版している斉藤隆さんの読書する人の目がたどり着ける場所、こちらを参考文献として、本の内容だけではなく私個人の実体験をベースにした読書の方のベスト3を発表していきたいと思います。本が好きだけどもこの秋読書してみようかななんていうふうに考えている方にもぴったりの内容だと思いますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは早速いってみましょう。はい、それでは読書の効能の一つ目がこちら、コミュニケーション能力が高まるです。でこの本によるとですね、コミュニケーション能力の根底には認識力があると書かれていました。で認識力というのは相手の状況や感情、言動を認識する力ですよね。また人のこう複雑な感情を瞬時に理解できるのも認識力の一つと書かれていました。でも読書をするとなんで認識力が上がるのか、それはですね、文学にはあらゆる複雑な感情が描かれているからです。でこちらはですね、もう私完全同意なんですが、私たちはこう生きていていろいろな経験をしていくんですけれども、本を読むことによってこの経験は何十倍にも膨れ上がります。もちろん疑似体験ではあるんですけれども、まあ、本の中ではですね、今まで会ったことのないような人に出会ったり、出くわしたことのない事件にぶつかったり、感じたことのない感情を味わったりします。これらがこう積み重なっていくことによって、意識しなくても現実の世界でも人の複雑な感情というのが感じ取れるようになると思います。人はみんながみんな自分のこう思いだったり感情をですね、うまく表現できるわけではないですよね。だからこそこうコミュニケーションにこうすれ違いが起こってしまったり、摩擦が発生してしまうと思います。でもどちらかの認識力が高かった場合、相手の言葉のみを聞くのではなくて、状況や相手から読み取れる感情というのを複合的に鑑みてコミュニケーションを取ることができますよね。でここからは私の実体験になるんですが、会社のですね、上司との面談でこう困っていることや日頃の不満を話すタイミングというのがありました。でもまあ不満っていうのはね、あんまりポジティブなお話じゃなかったので、まあ、少し遠慮が出てしまってですね、うまく伝えることができなかったんですね。でその時にその様子を見ていた上司が、もしかして遠慮してる？本当は困ってるんじゃない？っていうふうに、ね、こう言ってくれたんですよね。でこのように自分の気持ちを分かってくれたというふうに感じるというのは、圧倒的な安心感と信頼につながっていくと思います。でもちろん信頼していれば腹を割って話すということをできるようになるので、コミュニケーションは取りやすくなりますよね。先天的にコミュニケーション能力が高くなくても、後からでも読書によってこの能力っていうのは身につけることができると思います。で全ての悩みは人間関係につながっているというふうに言われているので、このコミュニケーション能力は持っていて損はないと思います。はい、ということでこちらを読書の効能の一つ目に選ばせていただきました。はい、それでは読書の効能2つ目はこちら、物語を映像化する力が身につくです。
読書をしたことがある人であれば絶対に自然とやっていると思うんですけれども、こう本を読みながらですね、目の奥というか脳の奥の方でストーリーをですね映像化していると思うんですね。でその時の情景や主人公のビジュアル、どんな声で話してどんな感情で動くのか、これはですね、いちいち意識しているわけではなくて、こう文章に没入しているときにごく自然に発生する高度な脳の働きであると書かれていました。で、これも本当にその通りだなと思いまして、だからこそこう小説が実写化されたりするときにイメージと違うとか、あの役者さんにやってほしかったなどいろいろ思うわけですよね。で、この文章を映像化するという脳の働きによって何かをこうイメージする力、想像力というものが鍛えられていきます。ジブリ映画の宮崎駿監督は非常に多くの本を読んでらっしゃるんですけれども、そこで培われた想像力や思考力というのがですね、あの素晴らしいアニメを作る才能につながっているのかもしれないですよね。文章を読み想像し、そこから何かを連想してさらに別の世界を作り出す、これは人間にしかできないなというふうに思います。で、別に宮崎駿さんみたいにすごいものが作れなくても、例えばですね、同じ本を読んだ人同士がその感想を話し合うということだけでもめちゃくちゃ盛り上がりますよね。それっていうのは A さんの想像力と B さんの想像力がこう重なり合って第三の世界ができるからだと思います。自分の知らない世界を自分の頭の中で作り出すことができる、これは本当に何者にも変えがたい読書の効能だなというふうに思いました。はい、それでは最後の一つの自己表現力と言語化能力が上がる、この3つ目の効能については本には書いていなくて私自身が感じたことをお話ししたいと思います。で、本を読むということはシンプルにですね、言葉の海にどっぷり浸かるということになります。普段の生活の中では使わない言葉や表現というのをめちゃくちゃ目にしていくわけなんですよね。物語は読んでて普通に楽しいので、まあ、言語を浴びてるという気持ちは全くないんですけれども、語彙力というのがですね、自然と自分の中に積み重なっていくと思います。で、語彙力が多くなるとですね、表現の幅というのはすごく広がるんですよね。で、ここで弦を開けると、例えばすごく緊張した話とかだったら、いやめっちゃ緊張したんだよねとかでももちろん伝わるんですが、例えば耳元で心臓の音がドカンドカンって聞こえるぐらい緊張したんだよねっていうとですね、めちゃくちゃそれってリアルに伝わるような気がしませんか。他には失恋した時の悲しみとかだったらすごく悲しいとかでも伝わりますが、今でもつい目で追っちゃうんだよね、見たら見たで余計寂しいんだけどって言われると切ないってなるじゃないですか。こういう感じで自分の中にある感情をぴったりの言葉で言語化して表現する、これができるようになるとですね、本当に楽しくなります。感情や状況がうまく人に伝わった時ってこう相手の表情も変わってきますし、その場の盛り上がり方というのもね、ガラッと変わったりします。そして人は感情をこう共有するとギュッとね、距離が近づいていくんですよね。的確な言葉で表現することの楽しさプラス人との関係性も深めることができる、これほど素晴らしい読書の効能はないなというふうに思うので、自信を持って最後の一つに決めさせていただきました。はい、それでは最後にまとめていこうと思います。読書がもたらす効能ベスト3、1つ目はコミュニケーション能力が高まる、2つ目は物語を映像化する力がつく、そして3つ目が自己表現力と言語化能力が上がるでした。で、この読書する人だけがたどり着ける場所ではですね、難しくても専門的な分野の本や古典だったりとか、あとロシア文学なんかをね、頑張って読んだ方がいいというふうに書かれていたんですが、これは私一人の意見ですけれども、最初はですね、自分が興味が持てる本を読んだ方がいいと思います。無理して読んでも楽しくなかったら続かないし、自分の身にもならないなというふうに思うからです。で、本当の読書家の方からしたらですね、怒られるかもしれないんですが、読書だって私はエンタメだと思っています。ワクワクしたり面白そうと思えるものから手をつける、太宰治でもいいし、東野圭吾でもいいし、紫式部でもいいし、ファーブル昆虫記でもミステリーでも恋愛ものでもハマれるものなら何でもいいので、読書を楽しんでくれる人が増えたらいいなという思っています。はい、ということで本日は以上となります。まだまだ暑い日も多いんですが、読書の秋のきっかけになってくれたらすごくすごく嬉しいです。
最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。次回またお会いしましょう。モンでした。またね。バイバイ。